はい BA のアンサンブル Pro6 の解説いきたいと思います今回はですね実際に d a と連携をさせていくといったところをお見せしたいと思いますまずですねこのソフト d a に代わって音源とエフェクトを立ち上げていくということですのでまずはこちらに音源を作っていきましょうでその方法非常に簡単でこの左上プラスボタンをクリックしますそうしますとこのようにですねインスタンスというものが立ち上がりますこのインスタンスの中に複数の音源を作っていくことができるというものですね なお、このインスタンスは複数作成することもできます。先ほどと同様にですね、このプラスボタンをクリックするだけとなっています。このインスタンスはこのようにダブルクリックをすることでリネームを行うことができます。またですね、右クリックを押しますと、セットカラーというものを表示できます。カラーを変えてですね、視覚的にも分かりやすくすることができます。またこの並び替えですね、ドラッグドロップで行うこともできます。今ですと、このシンセと名前を付けたですね、この中に複数の音源を立ち上げて、このインスタンス一つをですね、ダウ上で1トラックとして読み込む。 そうしますと、一トラックでこの中の複数の音源を鳴らせるという考え方になります。まずその方法、この空いている部分、もしくはですね、この下部分をクリックしまして、プラグインズと行きます。Mac の場合、au と言ってですね、ロジックの規格も出てきますけども、Windows の場合はですね、こちら VST となります。それでは今、Native Instruments Massive 立ち上げてみましょう。このような形でソフトが立ち上がります。この画面、狭いという場合はですね、この右端をドラッグすると、こんな感じ、リサイズを行うことができます。 またはですね、この右上のアイコンをクリックしますと、こんな感じでフルートで表示することもできます。このあたりはですね、使用しやすい方をご選択いただけたらと思います。そうですね、あと2つぐらいマッシブが欲しいので、そういった時はですね、右クリックをしまして、このディプリケイト、複製を行うことができます。非常に素早く作業を行えるので便利かと思います。今このように3つ立ち上げました。 デフォルトでですね、もうすでに立ち上がっているこちらマスターバスというのはですね、追加した音源ですね、今ですとマッシブ3つ、これら音源のですね、トータルのボリュームを一気にコントロールできるほか、パンもですね、設定できます。またミュートソロなんかも一斉に行うことができるという感じですね。それではこのインスタンスをダウ側で読み込ませます。キューベ s スの場合ですね、いつも通り右クリックでインストルメントドラッグを作ります。この中に VSL というものがありますので、ここからビエナを読み込みます。 で、プラグインとして立ち上げる場合は、こちら BN e ン s ンサンブルプロというものを用意されています。こちらはですね、2つ同じものがあって、3本線ついているものと何もないものですね。これはですね、VST3 という規格を表しまして、上の方がですね、優秀というか、新しい規格になりまして、機能だったりとか CPU 効率上がっていますので、通常理由がない限りはこちらを選択することをお勧めいたします。トラックを追加しますと、このような画面出てきます。今はまだ繋がっていませんというメッセージ出ています。 ですので、この下ですね、コネクトを押して接続します。そうしますと、作成したインスタンス出てます。この中から繋ぎたい方ですね、今ですとシンセを選択して、下のコネクトを選択します。これでですね、ダウ側のトラックと、今シンセというインスタンスが繋がりました。事前にですね、マッシブで演奏させたいプリセットを作ってありますので、こちらを読み込みます。このあたりもですね、通常の音源と変わらず使用することができます。はい。こんな感じになっています。 でちょっと音量大きいように感じますので、こういった時ですね、このマスターバスで、こう全体をですね、下げることもできます。またですね、ここにこんな感じでバランスを取ることもできますので、まあ、ちょうどいいところを探していくという感じですね。フレーズも用意していますので、一回再生入れてみます。ちょっとバランスを取りましょう。またですね、特定の音だけこう左右に振るということもできますね。はい。で、注目いただきたいのは、今ですね、 一つのミリの演奏で複数の音源を鳴らせているといったところもですね、こういったユニゾンには活躍してくるかなと。前回ですね、CPU 効率がいいとお話ししたのは、ここにですね、マッシブ3つ立ち上げるよりも、この中にですね、マッシブを3つ立ち上げて管理した方が CPU 効率がいいという考え方となります。今ですね、こんな感じ、鍵盤を押してみますと、ちょっとですね、反応が良くないといった時はですね、先ほどのですね、このコネクトの画面の上ですね、ここにですね、2バファーズと書いてあります。 この数字が高ければ高いほど演奏した時のですね、この反応速度はちょっと悪くなってしまうんですけども、その分 CPU 使用率が低減されるという感じです。逆にですね、この数字が高く、そして一番上ですね、これなしとなっていますけども、これを選択した時はかなりですね、レイテンシーが改善されます。ただ CPU 使用率がちょっと高くなってしまうといったところですね。このあたりはですね、作業の用途に合わせてベストな状態、切り替えていただけたらと思います。 そしてこの中の設定でおすすめなものがありまして、この右上ですね、この歯車マークを押しますと、この設定画面出てきます。この下ですね、オートライズインスタンスというものにですね、チェックを入れておきますと、例えばこう作業していて音源を呼び出した時ですね、一発でですね、このインスタンスの編集画面に飛ぶことができますので、このあたりは非常におすすめです。今ですと一つのミディでですね、複数の音源を鳴らしていますけども、それぞれの音源にですね、違う演奏をさせたいといったことも多々あると思います。 この方法ダウンによって異なるんですけども、それぞれ記事の方を用意していますので、その URL を貼っておきます。キューベースの場合はこちら右クリックをしまして、インスタンスの音源分のですね、トラックを作成します。それでは今3つ作りましょう。こんな形になりますね。ここに打ち込んだですね、ミリの演奏をどこに飛ばすのかというのが左部分のここになりますね。こうしますと、ビエラアンサンブル。まず1から8というものがあります。 このミディポートに関しましては、後ほどもう少し詳しく説明しますけども、今ですね、この左部分に該当すると思っていただけたらと思います。今3つともですね、音源が1となっていますので、まずはですね、じゃあミディトラックの音源がちゃんとミディポート1になっているかを確認します。バッチリですね。その次に確認したいのが、今こちらミディポート1はいいんですけども、ミディポート1の中のですね、2チャンネルというものを使用しています。でこのミディは3チャンネル。そしてこのミディは4チャンネルという感じになっています。 このミディチャンネルをしっかりと分けることで音源に対してそれぞれ違う演奏命令を出すことができるという感じですね。今ですとすべてが1になっていましたので、1つのミディイベントの演奏を3つのトラックで行ったという形になります。ですので今2、3、4とありますので、このミディチャンネルですね。2、3、4と変えます。で、これですね、1にしたときは元々というか一番最初に作ったここにですね、配置されたミディがなります。この状態で鍵盤を弾きます。 はい。今2チャンネルの音源が鳴ります。そして、その下ですね、3チャンネルの音源を弾けばこちら。次4チャンネルを弾けば、こちらと、それぞれですね、異なる演奏ができるといった形となります。ダウ上で異なるですね、i d i チャンネルを割り当てたときに非常におススめの機能があります。それがですね、この部分、MIDI のですね、アクティビティフォーカスというものがあります。今ですね、表示されているのがマッシブ2となりまして、このトラックですね。例えばこちら、s ッシブ1の方を弾いたとします。 こんな感じですね。今ですね、プレイされた音源が全面に出てきます。この切り替えはですね、サウンドメイキングの中で非常に便利に使えますので、ぜひですね、この機能を覚えていただけたらと思います。で、このケースの場合ですね、まずミリポートをですね、すべて1にして、チャンネルでこのように分岐させたという感じですね。こんな感じで16まで音源を分岐できますので、十分かと思われる方はいらっしゃると思うんですけども、中にはですね、この状態ですとうまく対応することができないというケースがあります。 そういったケースもですね、紹介しておきたいと思います。今分かりやすくこちらドラムというインスタンスを使っていきましょう。まずこちら音源を立ち上げます。じゃあ今回リズム系ですので、こちらキック2行ってみましょうか。そして次はスペクトロソニックスのスタイラス。これでキックとスタイラス立ち上がりました。まずこちらドラムスというインスタンスをダウンと関連付ける必要がありますね。同じ要領でこちら BL アンサンブルプロですね、選択してトラックを追加します。そしてコネクトですね。押しますと、 まあ接続可能なもの出てます。先ほどのシンセというものはこちらのビエナで使っていますので、インスタンスを重複して読み込むことはできないといった点も覚えていただけたらと思います。ということで、まずドラムを選んでコネクト。それでは先ほどと同様にですね、まず2つ音源がありますので、ミリトラックを2つ作ります。そして、名前ちょっとわかりやすく、こちらキックとスタイラスですね。こちらです。容量をちょっと一緒で考えてみましょうか。ミリポートは2個目のですね、ビエナアンサンブルプロの位で、こちらもですね、 ミリポートは同じくなってますね。あとは先ほど説明したように、チャンネル2でチャンネル3と。ですので、キックを2、そしてスタイラスを3という形にしますね。これでこちらスタイラスの方にも音が入ってきまして、こちらですね、キックの方も音が入ってくるという状態になっています。じゃあスタイラス、今何も音が割り当てられていませんので、何かしらですね、音を割り当ててみようということで、このようなパーカッションをとりあえず割り当てました。で、これでですね、じゃあスタイラスを鳴らそうとしたときに、 今これ何もなりません。ここが最大の注意点となります。このようにリズム音源の中にはですね、もうこの音源の中でミニチャンネル1から8と用意されているものがあります。で、今ですね、僕が選んだものはこの音源の中の1ということですので、ミニチャンネル1じゃなくてはいけないという感じです。で、実際にじゃあこのミニチャンネル3で鳴らしたいんでしたら、こちら3をですね、今回に変えなきゃいけなかったという感じです。 で、このようにですね、ミニチャンネルと音源のミニチャンネルがごちゃごちゃになってしまうという場合にですね、例えばこちらスタイラスのミニポートはですね、2にしてしまう。そうすればポート自体が違うので、こちらチャンネルをですね、1という使い方ができます。あとはスタイラスに入ってくるポートを2に変えまして、チャンネルを1にします。はい。そうしますと、しっかりとですね、こちらスタイラスの1チャンネルを演奏できて、こちらのキックをですね、キックとも差別化ができると。 これがですね、ミリポートを使い分ける理由となりますので、こううまくミリが連携してこないといった時は、このミリポートとミリチャンネルといったところをしっかり見るようにしていただけたらと思います。で、先ほどのサウンドもそうですし、今のサウンドもそうなんですけども、こんな感じ、鳴らしてみますと、とりあえずこちら、ビエーナのですね、アンサンブルプロという最初に作ったトラックに、すべてのサウンドが来てしまいます。よってですね、このトラックのボリュームパン。 もしくはエフェクトなんかを変えると、両方にですね、影響が及んでしまうという感じで、このあたりよくやるのがパラアウトというものですよね。音源ごとにですね、出力を分けるという方法になります。このあたり各ダウンのですね、パラアウト設定は記事にしてありますので、そちらをご参照いただきながら、この BA の場合、どのようにパラアウトするのかというのをご覧いただけたらと思います。で、この方法は非常に簡単で、キューベースの場合ですね、まずパラアウトを有効にしますので、ここですね、音源の右をクリックしまして、出力を増やします。 今ですね、キックとスタイラス部分を増やしたいので、とりあえずアウト34、アウト56を有効にしておきます。今ですね、こう音源側をご覧いただきますと、2つともマスターバスに飛んでいます。マスターバスはここになりますね。で、このマスターバスがアウト12に出るようになっていますので、今ここから出るということになります。よってですね、この出力を変えれば OK ということになりますね。キックの場合は、こちらアウトプット直接34に送ると。こちらのスタイラスは先ほど設定した56と。 そして今このパラアウトの結果を見てみますと、キック。演奏しますと、ちゃんと3、4に入ってきてます。そしてスタイラス演奏しますと、はい、5、6に出てきてますので、ここでですね、ボリュームとかパンとか、エフェクトですね、ダウ側でコントロールすることができるようになるという感じです。そしてですね、パラアウト最後のお話なんですけども、音源によっては音源の中でパラアウトしてしまうということもできます。今回それに該当するのがコンタクトかと思いますね。まずコンタクトですね、パラアウト用のものを立ち上げます。 これですね、コンタクトのこちらスタジオドラマというドラム音源を読みました。この音源はですね、キック、スネア、ハットなど、この音源内でまず出力を変えることができます。例えばこれキックですと、ステレオ1、スネアがステレオ2みたいな感じですね。このような場合、どのようにしてダウンにですね、持っていくのかと。まずはですね、こちらビエラのミキサー画面いきます。で、そうしますと今立ち上げた音源が出てまして、このようにですね、パラアウトできるマルチ音源は、フェーダーの右下にプラスボタンがついています。これを押すことによって、 こんな感じでバラバラにですね、サウンドが出てきます。あとはこうバラバラに出てきたところのアウトプットを先ほどと同じ要領で34とか56に飛ばせばですね、ダウ側のですね、3456に飛んでくるという考えになります。このあたりミディの扱いとこちらパラアウトのオーディオのですね、ルーティング。ちょっと複雑に感じるかもしれないんですけども、次の動画で解説します、こちらテンプレートというものを作ればですね、一瞬でこの状態を呼び出すこともできます。 まずはこのようにですね、自由にルーティングを組むことができるというのを覚えていただけたらと思います。このビ n a の設定は全てですね、この DAO の楽曲の中に収められます。よって、この DAO のですね、プロジェクトを保存すれば、次回立ち上げた時にこのビ n a の設定も自動的に読み込まれるという感じですで。この時ですね、なぜか保存されないという方はですね、このコネクト画面でここですね、これが点灯していないかを確認してください。 これがですね、点灯しているときは、ダウにですね、このビエナの設定を保存しないというものになりますので、オートセーブでいちいち保存したくないなどですね、何か理由がない限りは、ここをですね、外すようにしていただけたらと思います。この右はですね、クリックしますと、この楽曲で使用している全ビエナのですね、インスタンス、この保存を一斉に切り替えることができるという感じになります。次回プロジェクトを起動する際はですね、先にですね、このビエナアンサンブルプロを立ち上げて、その後にダウの楽曲を開くという形となります。 この辺りもですね、忘れないようにしていただけたらと思います。といった形で今回ですね、ダウとの連携編をお伝えしてきました。次回はですね、こちらビエナの売りでもある、プロジェクトやダウが変わったとしても、これらの音源を使い回すことができると。要は圧倒的にですね、楽曲を素早く切り替えることができるという、作業の効率化を中心に解説をいきたいと思います。といった形で今回の解説はこれで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。